この違和感は何なんだろうって思ったんだよね。僕は19の頃にある人と出会って Ladies and gentlemen, Welcome to North Village. Please welcome the legendary rock starin Japan, who's had the most singles CD ranking in Oricon's top 10 male singers chart. An actor who'd won Best Actor in Japan's Academy Awards. One of Japan's top influencers. Best-selling author of North Village, known here in Japan as Mr. Perfect. Here is Goはい、今日はガクトさんにお越しいただいてノースビリッジで出る次の本のインタビューをいろんな質問をしていきたいと思います。まずは前回出したガクトの勝ち方、いきなりの大ベストセラーになっているんですけれども、それを受けてどのようなふうに思われていますか？まあ、多くの人がねこれをきっかけに背中を、まあ、ほんの少しでも押されたっていう後押しがあるっていうことを含めて前に進んでくれればいいな、進めることができればいいなっていうのが正直なところで、僕はよく自分に、まあこういう内容もそうだけれども、自分に対していろんな答えを求めてくる、アドバイスを求めてくる人たちに必ず言うことは、情報は提供できる、で最短コースを取る、そのハウトゥーは教えてあげられる、だけど結論お前次第だからなっていうのは必ず付け加えるというか、はい、まあ、必ずその人に理解してもらうようにしてるんだよ、はい、でそれは僕はこういう考え方、こういう思考で自分は生きてきたし、でじゃあ特別な思考なのか、これは僕にしかなかった思考なのかっていうと、僕は19までの自分っていうのは本当に排他的で破壊的でネガティブで、まあ、今振り返って冷静に考えてもすごくダメな人間だったんだよね。何をもってダメっていうのかちょっとわからないけれども、僕からするとイケてない、自分が嫌いみたいな感じなんですか？まあそれもあったし、何かがあるとなんで自分だけこうなんだろうとか、なんで人はこうなのに自分はこうなのかとかね、マイナスに考える思考だったし、でも僕は19の頃にある人と出会って、その人が僕のメンターになってくれて、で僕はその人が持っているいわゆる成功哲学、帝王学って呼ばれるものを1年間その人とべったり学ぶことができて、僕はその時に新たな思考を手に入れることができて、でそこから明らかに自分は変わった、明らかに自分がここから始まるんだってことを感じた、うん、思考を変えるのが先だったってことですか？行動が、もちろん、なるほど、もちろん思考が変わって行動が変わったってこと、うん、なんだけど、さっきも言ったように、じゃあこの思考は、この考え方は僕だけが持ってたものなのかっていう話なんだけれども、その僕が教えを受けた人の周りには大勢の人がいて、僕と同じように教えを受けている人たちはたくさんいた。じゃあその人たちは実際に成功したのかっていう話になる、はい、ほとんどしてない。でそれはなぜか、僕はその時に、まあ、僕の、まあ、恩師である人から教えを受けている時にもそうだったし、まあ、周りにも話を聞いている時はすごくみんな真剣に話を聞いてたから、客観的にね見てて、はい、この人はやっぱすごいんだなって思って見てたんだけど、その光景は僕はそれを一番後ろで聞いてたから話を、はい、だけどその話が終わって帰る時に、家を出る時に、僕はその日の話を受けて焦ってる自分がいたんだよ。あ、聞いた上でその人、そう、何をしなきゃいけないのかとかね、うん、もう聞いてすぐにどういう行動をしなきゃいけないのかって一人で勝手に興奮して勝手に焦ってた自分がいたんだよ。ところがその話を聞き終わって一緒に外に出て、まあ、帰ろうとしている彼らの言葉が耳に入った時に、彼らはいや今日もいい話だったねっていうリアクションだったんだよ。僕はそれを聞いてすごく驚いて、いい話だったたねっていうリアクションで、じゃあお疲れ様みたいな感じだったわけさ、はいはい、この違和感は何なんだろうって思ったんだよね。僕はもう動かなきゃ動かなきゃって思ってる僕と裏腹に、ほとんどの人たちはなんか、いや今日もなんか多くのことを学べてよかったね、いい話だったね、お疲れ様でしたっていう、そのテンション感にすごく違和感を感じて、で
結論、情報ってさ、僕が二十歳の頃の情報を獲得するスピードと今の、例えばググってね、いろんな情報を手に入れられるスピードだったら、はい、今の方が圧倒的に早い、はい、有益な情報も転がってなくないし、うん、探そうと思ったら探せる。むしろ情報が多すぎてどれが本当か分かんないっていうのはあるけれども、うんうん、選別する目があれば有益な情報だって手に入る。例えばこういう思考で、はい、その行動することにおいてより最短距離でより最短時間で結果を出すということを求めている人にとっては有益な情報。ところがこれは僕はずっと思っていることだけれども、情報っていうのは知ることと理解してそれを自分のものにして、でそれが自分の血や肉になることとは全く意味が違っていて、人から話を聞いた、自分の目で見た、そこにあまり大差はなくて、本当に自分の体の中に入って自分の思考となって、そして行動までそれが出るというところになるまでっていうのは、その人自身の問題で、いくら本読もうが、いくら有益な人と話をしようが、いくら周りに経営者がたくさんいていろんな話を聞けようが、その人がその言葉を自分のものにできなかったら何の意味もないことなんだよ。ただの情報でしかないんだよ、うん、僕は自分があの環境だったからっていうのもあるかもしれないけれども、逆にそれを気づかされた。僕の前にはたくさんの人がいて、みんなすごく親身になって聞いてるようで、実はほとんどがただ話を聞いて、その話が自分が聞いたことのない話だから、情報としてそれには感動はするんだけれども、決してそれが自分自身の血や肉になってない、自分の思考の一つにもなってない、ただ一つの情報として知っただけっていうふうに、その話を聞いて外に出たその彼らの態度を見て気づいた時に、この人たちは何にも理解してないんだなっていうふうに思ったんだよね、むしろこの彼らのリアクションがほとんどだったから、このままだとダメなんだな、この人たちと同じレベルだと何も成功しないんだなって、その時に気づかされたわけさ、情報ってのは知ることに意味があるんじゃない、体験することに意味がある。自分がそれを知って一つのツールとして使って初めて意味がある。今のネット社会っていうのはたくさんの情報が手に入るから、みんなすごく知った気になる。でも実際の、以前読んだレポートで書いてあったことにその通りかもしれないなと思ったのは、ググって調べたことの 85% は忘れる。ああ、そうですね、そのまま通過してっちゃうケースってありますよね。調べたっていう行為がただあるだけで、何一つ経験が伴ってないから、つまりほとんどのことを調べても、その瞬間に調べたことで誰かに、あ、こういうことなんだよね、それを見ながら伝える、もしくは自分で納得することはあっても、調べたことを覚えてない、つまり自分のものになってない。それは一つはその体験が足らない、行動が足らないっていうことが何よりも大きな理由なのかもしれないけれども、そもそもみんなの根本的なその考え方が間違ってるんじゃないのというのが僕が思うこと。人の意見に耳を貸すことっていうのは確かに大切なんだけれども、多くの人の意見を聞けっていう人がいるじゃない、はい、僕はそれは違うと思ってて、誰の意見を聞くことが大切なのかってことで、僕は自分が人の意見に耳を傾けるときっていうのは、自分が何かをやろうとしていて、でその明確な形が自分で見えていて、でその時にそこに必要な情報が足らなくて、そこにどうやったら最短時間でいけるか、最短距離でいけるかっていうことを知ってる人たちや、それをもうすでに経験して結果を出してる人たちの言葉で、成功してる人たちの言葉は聞く。でもちろん全てを心の中に入れるというよりかは、その話をたくさん聞いた上で選別して、で自分がこれが正しい、これは間違ってないであろうって思うものを自分の中でチョイスして、で自分がそれをさらに行動に変えてっていうパターンになる。だけど多くの人はたくさんの人の話を聞けって言うけど、ほとんどの人は経験していない想像上の話だけで、ああでもないこうでもないっていうことをやたら言う。それはほとんど意味のない情報というか、でも本でもそういう、例えばメンターのセミナーとか講演会含め、いい話を今日聞けたって言って満足して笑顔になってる人は、多分いい話を聞くこと自体が目的になってるんでしょうね。そう、だからそこは目的じゃないんだよ、例えばいろんな講演会行ったりとかね、自分のメンタルをポジティブにしたいっていう思いがあるのはいいことであると思うし、講演会で足を運ぶという行為そのものが、今まで自分になかった人たちは、その講演会に行っている
行為そのものが自分にとっての一歩前進であるっていう認識が強すぎて、そこに行ったことで自分は変わったっていうふうにすぐ思ってしまう。でも人間ってね、そんな簡単に変わらないんだよ。人が言ったことを受けて感動したから変わったって、そんな簡単に変わらない。根本的なものはよほど自分の積み重ねた体験や経験や結果が伴わない限り、その人は変わらないんだよ。ただそこの行動する基盤になる考え方っていうのはあって、その行動の基本になる考え方が僕が言っている思考って呼ばれるもので、その思考をもとに何をしなければいけないかっていうことを導き出してくれる全ての大元だよね。これがあって、もちろん行動は容易にできるんだけど、これは行動する人にとっての必要なものであって、行動しない人にとってはこれただの一情報でしかないから、ああいい話聞けたっていう風になって終わるだけなんだよ。それは本当に意味がない。そういう人たちってむしろいろんな人たちの本読んでるし、いろんないい話聞きに行ったりしてるし、すごく分かりやすい例えを言うとね、昔大バカとバカ、秀才と、ある程度賢い人と、天才と、この中で誰が一番結果を出すのが早いって質問されたことがあったんだよ。で僕は天才って答えるんだけども、その時に、もちろんそれは事業の大きさやプロジェクト その難易度にはよるんだけれども、根本的にその人が僕に質問したのは、行動して結果を出すまでのスピードが一番速い人は大バカって言うんだよね。何も考えない。やれって言われたことをただ純粋にやって結果を出すっていうところまで必死になってやるから、でその次に結果を出せるのは天才。やれって言われたことに対してまず考える。でどうやったらそこにたどり着くのに早い方法はあるんだろうかっていうことを試案してから動く。でなぜ天才が結果が出せるかっていうと、動かないと結果が出ないってことが分かっているから動く。でいわゆるバカと普通の人、ちょっと頭のいい人たちは結果が出せないっていうんだよね。これは頭がいいか頭が悪いかっていうところで結果が出るか出ないかの話をしてるんじゃない。そもそも行動が伴ってないから彼らには結果が出ない。それを理解するかしないか、理解できる内容かどうか、そんなことはどうでもいい。行動がそもそも伴わないから結果が出せない。でこの話は僕は19の頃に聞いた話だけども、例えばちょっとしたことでも、日常のねことでも、くだらないことでも、こういうことってやっぱり出るんだよ。分かりやすく言うとね、ナンパ、これ仕事じゃないよね。若い男の子たちが街に出て女の子に声をかける、今日一緒にこれからご飯食べないっていう。ところがナンパをしたことのない子たちはどうやってナンパしたらいいか分かんない。すごくこれに似てるなって思ったことがあったんだけど、ナンパをやりもしないのにどうやって声をかけたらいいかっていう、その言葉をやたらたくさん聞いた上に、でもこういうふうに言われたらどうしたらいいんですか、こういうふうに言われたらどうしたらいいんですか、想定問答集が必要みたいなところですね。そう、だけど早いやつはこうやって一言声をかけたらいいよ、あとは笑顔でっていうすごく簡単なキーワードで行ってきますって走ってくるのよ。何も考えてない、だけどこうやったらいいよ、顔は関係ない、笑顔でこの言葉を言って、あとは相手が乗り気だったらそこから楽しい話すればいいよっていう簡単な言葉だけで、その言葉を聞いた瞬間にとりあえず行ってきますって、とりあえず行ってくるんだよ。でとりあえず行ってきて試すんだよ。でもちろん失敗もするんだけど、何人かやってるうちに成功するんだよね、すごく行動が早いから、与えてるキーワードなんていうのは本当に少しなんだけど、それを自分で行動してナンパできましたって連れてくるんだけど、まだ僕の周りには行けてない子たちがたくさんいて、その子たちはこういうふうに言われたらどうやって答えたらいいですか、こんなふうに言われたらどうしたらいいんですか、こんなふうに言われたら立ち直れなくなるかもしれないとかって、もうよく分かんないことを言い始めてるんだよ。これってさ、さっきの話と似てる、行動を伴わない人にとっては何の情報も全く無意味で、むしろさっきその大バカが一番行動が早くて結果が出せるって言ったのが、悩むっていう行為をしないから、言われたことをパッと受けて、あ、分かりましたってパッと言って、それがたとえ失敗しようがうまくいかなかろうが気にしてない。ここポイントだよね。
Thanks so much for coming. Please go home safely. And don't forget to always walk on the wild side.